これは電子クルツ用アラ、インフラ整備をするお話その3です。前回の動画は机上の空論ばかりでつまらなかったかもしれないけど、これ以降の動画の理解には必要な知識なので気になったらまた見てください。前回の動画では太陽系を作る上で必要な知識と基礎についてざっくりと解説したわけですが、今回作っていく小屋は一人作業に特化した設計になっている。それなので既存の建築方法とは結構根本的に違うような、内容になっていると思います。ここからいろいろ体を動かしていく段階で、ものづくりっていうのは、僕としては洞察学習の一つの完成形だと考えて、建て小屋を作っていきましょう。まず、いちいち、作業するにあたって物を出し入れするってめんどくさいと思いませんか？で、それで僕が考えたのは、なるべく近い位置に工具を常備しておきたいと思ったわけですね。で、こういう時に活躍するのが、台車になります。ちなみにこの台車なんですけど、この車体といい、この車輪といい、全部僕が手作りしたものになります。こんな感じで、結構面積が広いので、工具を満載して、で、それで、使わないときはカバーをかけて置いておくっていう感じですね。これ、作って、もう数年経ってるんですけど、未だに現役で使える感じで、思ったより持ってますね。詳しく知りたい人は、ステアリング機構、アッカーマンジャント機構ってこう調べると、参考になると思います。次に、食い打ちですね。次に、杭を埋める際の、位置決めジグの作成になります。で、これは何かというと、杭を打つにしても、図形的に正しく打てないと、建物にならないわけで。これを効率的に行うために、効率よく正確に行うために、こんな感じで枠を作ったわけですね。当然、枠を作るにしても、きちんと直角が取れていないといけないので、ピタゴラスの定理を使って、直角を出します。これが、1メートルと1メートルの対角がルート2になるように、長さを測定して、それで固定してあげれば OK なわけです。あと、このジグなんですけど、こんな感じで、どこに何をつけるか、どの方向につけるかっていうのを最低限書いておけばいい感じですね。で、次に、杭打ち測量になるんですけども、まず、杭を打つために穴を掘る必要があります。強度面で言うと、在来工法と比較すると、柱の長さに対して3分の1ぐらい埋めることができたら、上出来ですね。ちなみに僕の例では、そもそもそんなに深く掘ることができない土地ではあったので、柱と杭自体を増やして負荷を分散するという方式にしました。で、この時なんですけども、細い穴とか、そもそも杭を打つとか柱を埋め込む段階で結構穴が細くなると思うんですよね。こういう時って普通のスコップよりも、こういう専用の道具を買って使った方が圧倒的に効率がいいことが多々あるので、スパッと参考になるかなと思います。そうですね。で、それで、穴を掘るんですけども、この段階では、その杭を差し込む穴はゆるゆるにしておく。とお勧めします。ゆるにしておかないと今後作業で不利になります、ね。で、そして、これ、一通り杭を入れた後に、どの杭を基準にするかっていうのを考えます。つまり、座標でいう原点みたいなものですね。XY 座標のその原点をどの位置にするかっていうのを決めるわけです。あとは、その杭を入れるときなんですけども、この柱を固定する位置と杭を固定する位置っていうのが違うので、これを間違うと、面倒いことになります。そもそも強度面で言うと、隣り合わない方がいいとは思うんですけど、それには理由があるわけですね。あと、これ、整地した後の、図ではあるんですけども、こんな感じで、この土台の木っていうのは特に寸法は気にならないので、例のゴミから選んだ木ですね。それを使って、こんな感じで土台を作っています。整地をしました。で、測量についてですけども、まず、
あれですね、先ほど、基準となる杭を決めたわけなんですけども、今回はその、杭を円熟方向に固定することになります。その基準となる杭を円直にするにあたって、適当に水平器を使って、2方向の垂直を出せば、その円直方向が出るわけですね。この段階では、この段階ではというか、今回の建築方法では、たとえ基準だからといっても、絶対にモルタルとかセメントとか、コンクリートとかそういう系の素材は使わないでください。これは絶対です。で、その次なんですけども、これで基準の杭を立て終えたら、そのジグと杭を打ち付けて固定します。ここから柱を杭につけていって、固定していくわけなんですけども、まず、その最初の杭に対して、こんな感じで、位置取りとかをしていくわけですね。で、それで、まずその柱を固定する前の段階なんですけども、それぞれの柱に対して天井から1メートルの位置に印をつけます。最初に、基準の杭に、柱を固定します。この時、天井の高さが決まるわけですね。次に、隣り合う柱を固定するんですが、先ほどの印を基準に、水平器を使って水平を出します。で、これで天井を基準として水平が出せます。で、水平を出し終わった後、土とか、砂利を穴に入れて、杭を固定します。でそれで、隣り合う柱同士をどんどん水平を出して固定していくわけなんですけども、これで、普通の建築でいうところの基礎が完成しました。先ほど、なぜ杭をコンクリートで固定してはいけないのか、そしてなぜ杭と柱が隣り合っているのかについてなんですけども、これは端的に言えば、一人での建築に特化した結果と言えます。しかし、強度面でも工夫はして、配慮はしているわけですね。これについては次回にて、以上になります。